まず一番、つま先側のハトメに紐を上から通します。通したら二本の紐の長さが同じ長さになるように揃えておきます。 左右の紐を交差させます。この時に、今は、右側から出ているこちらの紐が上に重なるように交差させておきます。かかとから二番目のここのハト目に紐を下から通します。 次は、つま先側の隣のハトメに上から通します。隣のハトメに下から通します。また、隣のハトメに上から通します。 反対側も同じように通します。隣のハット目に上から通して次は下から通して次は上から通します。 まずこちらの左側の紐を反対の右側の一番かかと側のハトメに下から通します。そうするとこの横の紐に対してこちらの2本の紐が下側上側という感じに上下交互に重なっています。 次はこちらの紐ですが、この横の紐に対して下をくぐらせるように通します。そうすると今回も下、上というように重なって通りました。 反対側の一番かかと側のハット目に下から通します次は一番かかと側に出てきたこちらの紐を向かい側のハット目に上から通します一番かかと側のハット目にだけ紐が2回通ります こちらの紐も向かい側のハトメに上から通します。最後に余った紐は靴の中にしまい込みます。 はい、これで完成です。最後に余った紐を靴の中にしまい込むだけでは不安という場合は、ここで帳結びにするのもいいかと思います。靴紐の模様の見え方としては、 蝶結びをしないで紐を靴の中にしまい込むだけが一番すっきりと綺麗に見えるかと思います実際に歩くときに結び目があった方が安心という場合は一度ここで緩めに蝶結びをしてそしてこの蝶結びをこの 端の下にしまい込むと結び目が隠れる状態になるのでよかったら試してみてください。中央のクロスした編み目模様がすっきりとシンプルなこのおしゃれな靴ひもの結び方ぜひ試してみてください。